どうも、松田大です。今日はですね、新しいじゃがりこが出てたので紹介します。期間限定じゃがりこ、とうきびバター醤油。というわけで今回じゃがりこの新作の商品なんですが、ついこの間ですね、2種類のじゃがりこ紹介したばっかなのに、もう新商品出てます。早いね。新商品を出すペースは分かりませんが、なんか早いような気がします。もうと思いました。今回はですね、とうきびバター醤油ということで、とうきび、とうきびということでですね、なんだとうきびって、さとうきびのことなのか、まあちょっとそこら辺は私詳しくはないんですけど、どうやらとうきびバター醤油ということでですね、一体どんな味なのかちょっと楽しみです。それでは早速開けます。なんか甘いね、甘い匂いがします。はい、中はこの通りじゃがりこ、いただきます。ほんわかと甘いです。いつものじゃがりこよりなんか甘さを感じます。あ、でもあるな、なんか醤油とバターっぽいなんか味、しますね。普通に食べて美味しい。今回の新作のじゃがりこなんですが、じゃがりこにはない少し甘さを感じました。そしてバター醤油はですね、ちゃんとほんわかと後で来ました。皆さんもぜひ期間限定のこのじゃがりこ、とうきびバター醤油、食べてみてはどうでしょうか。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。